さっくり平家物語、さっくり読んでまいります。手本は、中央公論社巻平家物語絵巻第3巻、3巻の下ですね。いよいよ終わりの方になってまいりました。参照している図像は明星大学さんの絵本です。それではまいります。大臣、流罪のこと、第一弾。法院、帰り参りて、この吉総門せられければ、法王も道理、至極して、重ねて仰せくださるる、旨もなし。同じき16日、入道小国、この日頃思い立ちたまえることなれば、関白殿をはじめ奉りて、太政大臣、伊下の、継承運閣、43人が官職をとどめて追い込め立てまつらる。中にも関白殿は太宰の措置に移して鎮西へとぞ聞こえし、かからん世にはとてもかくてもありなん。とて鳥羽の辺古川というところにてご出家あり、御年35。礼によく白示して曇りなき鏡にてお足しつる人をとて、世の惜しみ立てまつること、なのめならず、御流の人の道にて出家したるおば、約束の国へは使わさぬことにてある間、はじめは日向の国と定められたりしかども、これはご出家の間、備前の古府の辺、伊庭様というところにぞ置き立てまつる。現代語訳、上賢法院は、法住寺殿の御所に立ち返って、清盛との対面の様子をつぶさに奏聞した。これをお聞きになった法王は、もっともなことと思われ、重ねて仰せ下されることもなかった。同月、すなわち治承3年、1179年11月16日、入道小国はかねがね思っていた通り、関白藤原の元房をはじめとして、太政大臣藤原の諸長以下の公家殿上人、すべて43人の官職を辞めさせて追放した。総辞職みたいな。中でも関白は太宰の卒に左遷して九州に入るとのことであった。関白元房はこのような世の中ではどうでもこうでも過ごそうと廃所に護送される途時、鳥羽のあたり古川というところで出家した。年は35歳であった。万事に礼儀作法を心得て、曇りのない明鏡の明鏡、明るい鏡、清らかな鏡、明鏡のようなお方であったのにと世間の人々が出家を惜しむこと限りないものであった。当時の風習として御流家に処せられた者が途中で出家をした場合には定めた国にはやらぬことになっていた。当初は、日向の国と定められていたが、出家をなさったので、備前の国府に近い伊庭様、現在の岡山市辰野口山南麓、その伊庭様というところに廃所替えをした。それでは続き第2弾。大臣、流罪の例は、左大臣、蘇我の赤江、右大臣、豊成、左大臣、魚名、右大臣、菅原の、かけまくもかたじけなく、今の北野の天神、天神の御子となり、左大臣、孔明公、右大臣、藤原の異臭公に至るまで、その例すでに6人。されども、
摂政関白流罪の例はこれ初めとぞ承る。子中殿の御子御子御子、二位の中将元通は入道の婿にておわしければ、大臣関白になし奉らる。三ぬる円遊院の行天禄三年11月一日の日、一条の摂政玄徳公うせたまいしかば御弟堀川の関白忠義公、その時はいまだ従二位の中納言にておわしき。その御弟奉公院の大入道大入道兼家公、その頃は大納言の右大将にてましましければ、忠義公は御弟に加戒超えられさせたまいしたりしかども、今また超え返して内大臣小2位に2位して、内乱の戦時高ぶらせたまいし起こそう。人皆地獄を驚かしたる御小人とは申し哀れしか。これはそれにはなお超過せり。悲惨儀2位の中将より大中納言を経ずして大臣摂政になることこれはじめ、普賢寺殿の御異なり、承継宰相大撃隊夫の死に至るまで皆呆れたる顔様にてぞ、そうらわれける。太政大臣師長は司をとどめて東の方へ流されたもう。三ぬる方言には父足さんの大臣殿の縁座によって兄弟四人流罪せられたまいにき、御兄右大将兼長、御弟左中将高長、藩長善治三人は喜楽を待たずして廃所にてついに失せたまいぬ。これは土佐の旗にてここの帰りの春秋を送り迎え、長官二年八月に召し返されて本院に服し、次の年小2位にして任南元年10月に先の中納言より権大納言に上がりたもう。折伏大納言あかざりければ数の外にぞ加わられける。大納言6人になることこれはじめ、また前中納言より権大納言に上がることも、後山科の大臣三森公宇治の大納言高国卿の外は他はこれ初めとぞ承る。ちょっと長いので一旦ここで切ります。現代語訳。大臣が流罪になった例は、左大臣曽我の赤江、右大臣藤原の豊成、左大臣藤原の魚名、それに右大臣菅原の道真、左大臣源の孔明公、内大臣藤原の異臭公に至るまですでに6人である。が摂政関白が流罪にあったのはこれが初めてであると聞いている。子中、子、えー、子中殿、すなわち藤原の元実の御子たる御子たる、2位の中将元通は入道の婿であるので大臣関白にお付けになる。その昔円入院の御代の天禄3年西暦972年11月1日、一条摂政玄徳公、すなわち藤原の惟忠が亡くなられた時、弟の堀川の関白忠義公、すなわち藤原の兼通はまだ従二位の中納言であった。その弟の奉公院の大入道、すなわち兼家はその頃は大納言の右大将であったので、忠義公は弟に超えられていたが、この時にそれを超え返して内大臣小2位に昇進して、しかも内乱の戦時、すなわち政治向きの文書を天皇が見る前にまず内見して処理してよいという宣旨をお受けになったので、人々はその異常な昇進ぶりにびっくりした。この元常はさらに超えている。元常じゃなくて元道ですね。
というのは、非参議2位の中将から大納言中納言を経ないで、一足飛びに大臣摂政になられることはこれが初めてで、この方が普賢寺殿、すなわち元道と呼ばれたお方である。樹木の事務を処理する承継の宰相から太政官、下戯局の大劇、太傅の死に至るまで皆呆れ返った様子である。はい、キリタン、こんばんは。いらっしゃいませ。どこまで読んだかな。還元の道、もうちょっとだな。太政大臣藤原諸長は官職をとどめられ、東国の方へ配慮をされた。杉氏宝元年間に父阿久佐府殿、すなわち藤原の頼長の不死の縁に惹かれて罰せられ、兄弟4人流罪となった。兄の右大将兼長、弟の左中将高長、藩長禅師の3人は気楽以前に敗所で病没をしてしまった。この諸長は土佐の国の畑で9年の歳月を送り、享寛2年、西暦1164年8月に召喚をされ、元の官位に復し、次の年に小二位になった。仁安元年、すなわち1166年10月に先の中納言から権の大納言に昇進。その時大納言の欠員がなかったので、院下の大納言であった。大納言が、6人になることはこの時が最初であった。また、先の中納言から権の大納言になったことも、前中納言からですかね、後山品の弟藤原の三守公、宇治の大納言源の高国卿のほかにはなかったことであった。ちょっと切り方おかしかったですね。赤品さん、おばんでやんす。はい、おばんです。伊佐さん、はい、こんばんは。今すごいさっくりっていうふうにスラスラとは読めてないんですけど、平家を読んでいます。それでは続きまいります。原文、還元の道に達し、歳月優れておわしければ、次第の昇進滞らず、太政大臣まで極めさせたまいて、またいかなる罪の報いにや、重ねて流されてたもおらん。方言の昔は南海土佐へ移され、自称の今はまた東漢終わりの国とかや、もとより罪なくしては排除の月を民ということをば、心ある際の人の願うことなれば、大臣あえてことともしたまわず、かの党の大使品格、博楽天信用の絵のほとりに安らい剣、その古を思いやり、なるみがた潮路はるかに遠見して、常は老月を望み、裏風に嘘吹き琵琶を断じ、和歌を映じてなおざりがてらに月日を送りたまいけり。ある時、東国第三の宮、熱田の明神に参詣ありて、その夜、神明崩落のために琵琶引き漏洩したもうに。ところもとより、無知の今日なれば情けを知れるものなし。遊老、尊女、良人、野草、神戸をうなたれ、耳をそば立つといえども、さらに清濁を分けて旅律を知ることなし。されども古派ことを断ぜしかば、魚輪踊りほとばしり、愚行歌を発せしかば、両人動き動く物の妙を極むる時には、自然に感を催す断りなれば、諸人身の毛よだって万座キーの思いをなす、ようよう信仰に及びて、風合城のうちには花粉服の木を含み、流線の曲の間には月生命の光を争う、願わくは根性世俗文字の業狂言奇魚の誤りをもって、という漏洩をして、秘曲を引きたまいしかば、
神明観音に絶えずして、宝殿玉石川、ごめんなさい、神明観音に絶えずして宝殿大いに振動す。平家の悪行なかりせば、今この随僧をばいかでか拝むべきとて、大臣冠類をぞ流されける。現代語訳、還元の道に堪能で、流されちゃった人ですね。還元の道に堪能で、才能と技芸も共に優れておいでであったので、次々に昇進して、ついに太政大臣にまで上り詰められたにもかかわらず、いかなる罪によってか再度廃炉の憂き目に遭われた。保元の乱の後は南海の土佐へ、自称のこの旅は大阪の関を越えて尾張の国とかいうのだ。もともと罪なくして廃所の月を見たいものだと願うのは、風雅を介するほどの人ならば望むところのものである。だからこの師長もあまり憂い事とも思われなかった。かの唐の太子の賓客、賓客というのは東宮好きの、官ですが、賓客になった白楽天が神陽江の、そういう川ですね、神陽江の近くに配慮されていた昔の故事を思いやり、鳴海方の海上をはるかに眺望し、いつも明月を仰ぎ、裏風の中に漏洩し、琵琶を弾き、和歌を詠んで、慰み半分に月日を送っていらっしゃった。ある時、師長は尾張の国の第三の宮、熱田明神に参詣をなさった。その夜参籠して、神の御心を休めたてまつる炮烙供養のために琵琶を弾き、漏洩を行った。もともと無知な土地柄で風流の心を理解する者がいない。村の老人や女、漁師らが物珍しそうに集まって頭を垂れ、耳を傾けて聞いていたが、一向に音律の変化の妙に気づく者はいない。しかし中国上代、その国の金の名手、コハという人ですね、がひとたび琴を弾くと魚が踊り上がり、寛大の奏歌の名手、歌ですね、歌の名手の愚公が歌うと、針の塵が動いたというように、物事が妙を極めると自然に感動が起こるのが道理なので、人々は身の毛がよだち、皆が不思議に思った。次第に、身の毛がよだつって、別に気持ちが悪いとか怖いとかじゃなくても、いいことでも身の毛はよだつみたいですね。サブイボが立ってですね、続き、次第に夜が更けて風郷長の曲を弾くと、まるで花が匂ってくるような気がする。また、柳銭の曲が奏でられると、柳銭とか琴の名曲だったような気がするんですが、月がこうこうと照り輝いてさえ渡るようであった。願わくは今生世俗文字の業、狂言器世の誤りをもってという漏洩をして、琵琶の曲を演奏すると、神明も感応して、御宝殿の建物が鳴動するありさまである。ごめんなさい、琵琶の名曲でした。柳銭啄木、今昔かなんかで出てきましたね。キリタン、お茶ありがとうございます。そうですね、ちょっとお茶飲もうかな。今日は京都からいただいた番茶を飲んでおります。番茶も濃いめに入れると美味しいんですけど、やっぱり喉乾くんですね。ほどほどに、薄い、やっぱりあるかなしかの薄い香りを楽しむものかもしれません。続き、平家の悪行がなかったならば、今このような随僧を拝むことはできなかったであろうと言って、師長は感激の涙を流した。非常にこれは負け惜しみ的な感じですけど、こういう、なんでしょうね、かっこいい負け惜しみなんでしょうかね。さて、キリタン、番茶か、私、最近、
白湯にはまってます。あ、でもね、やっぱりね、本当はそのくらいがいいんだと思いますよ。まあそれに、まあ今こんなのを読んでるからなおさら思うんですけど、ちょっと昔なんて白湯がね、やっぱりデフォルトでご馳走だったですよね。私も修行期間ってやっぱりお茶なんていうものは贅沢品なので飲ませてもらえませんね。さて、サムネイルの大臣流罪のご説明をさせていただきます。清盛は関白太政大臣以下43人の官職を停止し追放した。関白藤原元房の配流先は日向であったが、出家したので備前に変更をされ、太政大臣藤原の師長は尾張へと流された。こういう話ですね。で、なんか寂しい風景の中、田舎の中でね、こんな琵琶をこう弾いているところとかがね、他の絵巻の他のシーンではあるんですけど、私の手元にね、束帯姿でやってるのかしら。ちょっとこれ不思議な気がするけどね。で、みんな田舎のね、おじいちゃんとかね、なんかそんな人たちがね、聞き入ってるようなところがございますね。さて、それでは第3弾、原文。去るほどに船いださんとしければ相図、あれ？なんか全然違うところ読んでた。ごめんなさい。いかん。続きですね。第3弾。安土の大納言、資方の京、子息、右近への少々、金、少々、少々兼、讃岐の神、源資時、二つの官をとどめらる。参議交代合宮の、権の大夫、兼、兵衛の神、藤原の光吉。兵衛の神、藤原の光吉。大蔵卿、右京大夫、兼、伊予の神、高階の安常、蔵人、佐生弁、兼、中宮権、中宮権の大臣、藤原の元親、三官ともに止めらる。中にも安土の大納言、資方の京、子息、右近への少将、孫の右少将、将方、これ三人をば、京、やがて都の中を追い出さるべしとて、承継には、唐の大納言実国、博士の判官、中原の範貞に仰せて、その日やがて都の中を追い出さる。大納言のたまいけるは、三階広しといえども、五尺の身置きどころなし、一生ほどなしといえども、一日暮らしがたしとて、夜中に九重の中を、九重の中を紛れ入れて、九重の、八重立つ雲のほかへぞ赴かれける。かの大江山や幾野の道にかかりつつ、初めは丹波の国村雲というところにしばしば安らいたまいしが、それよりついには訪ねいだされて、信濃の国とぞ聞こえし。現代語訳、安土の大納言、源資方卿の子息、右近への少将兼、讃岐の神であった源資時は、二つの官を停止された。参議で皇太宮、皇太后宮、権の大夫兼、兵衛の神の藤原の光俊、大蔵卿で、右京大夫兼、伊予の神の高階の安常、蔵人で、佐生弁、兼中宮権の大臣の藤原の元親は、それぞれ3つの官をすべてとどめられる。中でも安土の大納言資方の卿、子息右近の少将、資時、孫の同じく右少将、将方、これら3人は即刻都から追放すべしとのことで、承継の大納言藤原の実国、文書博士兼検非違使の丞の中原の範貞に仰せつけて、その日のうちに都から追い出されてしまった。途方に暮れた大納言資方は、「三階は広いといっても、
三界っていうのは仏教の世界観でですね、まあ、全宇宙と言ったらいいと思いますが、たった五尺の我が身の置き所もない、短い一生とは言うものの、ただの一日さえも暮らすのが難しいと言い残して、夜陰に紛れて都の外に逃れ去った。あの大江山や幾野の道を通って丹波の国叢雲というところに占拠していたが、やがて見つけ出されて信濃の国に送致されたということである。おちゃん、こんばんは。おちゃん、ありがとうございます。そうか、これ、今のニュースだったんだね。あまりさん、ルザイ、こんばんは。あ、キリタン、童話、はい、いってらっしゃいませ。いやー、そうですね、確かに、ホットなニュースですね。というところでですね、ちょうど終わりましたが、今何時？ 21 時。もう一枠続けて読ませていただいてもいいかな。次のところが、雪高の沙汰というところを読ませていただきますね。じゃあ、サムネイルを少し変えます。はい、はっちゃん、グレーな献金、お前もやる、お主も悪よの。はい、ありがとうございます。それでは参ります。赤文字つきましたが、皆様からのグレーな献金によって、もう一枠読ませていただきます。雪高の沙汰第1弾。先の関白松殿の侍に、豪の大夫、大夫判官遠なりというものあり、これも平家に心よからざりけるが、六波羅より絡め取らるべしと聞こえしほどに、子息郷の左衛門の尉家斉相愚して南を指して落ちゆきけるが、稲荷山に打ち上がり馬より降りて親子を言い合わせけるは、これより東国へ落ち下り、流人先の兵への助、先の兵への助頼朝を頼まばやとは思えども、それも当時は直感の身にて我が身一つをだにかないがたうおわすなり、そのほか日本国に平家の荘園ならぬところやあるとても、ならぬところやあるとても逃れざらんものゆえに、年頃住み慣れたるところを人に見せんも恥がまし、これより取って返し、六波羅より召使いあらば、太刀に火かけ焼き上げ、腹かき切って死なんにはしかじ、とて、また河原坂の、宿所へ取って返す、案のごとく元の大夫、判官末貞、摂津の判官守澄と、下兜三百余騎、河原坂の宿所へ押し寄せて、時をどっとぞ作りける。豪の大夫判官、縁に立ち入れ大恩情をあげて、いかにおのおの六波羅ではこの世を申させたまえ、とて、館に引っ掛け焼き上げ、節ともに腹かき切って、炎の中にて焼け死ぬる。だんだん血生臭くなってきましたね。しかも、頼朝の名前がピッとちょっとだけ出てきましたね。それでは、現代語訳。先の関白松殿元房に、近似の侍に、郷の大夫判官遠成、大江の遠成ですね、という者がいた。この者も平家方では不快に思っていたので、六波羅の町に逮捕されるであろうという評判だった。そのため子息の郷の左衛門の尉家斉を連れて、まあ、大江の家斉ですね、南方に逃げ延びた。やがて伏見の稲荷山に登り、
馬から降りて語り合った。これより東国へ落ちて行き、伊豆の国の流人である先の兵衛の助頼朝を頼ろうと思うが、かのお方も今は直感の身で我が身一つ思うに任せぬ状態である。この日本国中平家の荘園でないところがあろうか。寸土たりとも逃れる土地はない。どうせ逃れる術がないならば、多年住み慣れたところを他人に見せるのは恥さらしというものじゃ。ここから取って返し、六原より逮捕の者が来たならば、館に火をかけ、腹かき切って死ぬまでのことじゃ。と、河原坂の家に引き返した。すると、思った通り六原より、源の大夫、宝眼末貞だ。摂津の宝眼森住らが、武具甲冑の軍票300余騎を引きぐして、時の声とともに来襲した。東成は、縁に立って大恩情を上げ、いかにおのおの、この様子の一部始終を六原へ立ち返り、報告するがよいぞ、と言って、館に火を放ち、不死ともども腹を切り、炎の中で焼け死んだのである。壮絶。さて続き第2弾。そもそもかように人の滅び損ずることをいかにというに、先の大殿の御子、三味の中将殿と当時関白にならせたもう二位の中将殿と中納言御総論ゆえとぞ聞こえし、さらば関白殿ご一緒ばかりこそ、いかなる恩目にも合わせたもうべきに、43人の人々のことに合うべき矢は、およそはこれにも限る間近なれども、入道小国の心に天魔入り替わりてよろず腹に据えかねたもうよし聞こえしかば、胸中また騒ぎあえり、こぞ讃岐の院ご追号ありて主徳天皇と合し、宇治の悪作夫増刊増位行われたりといえども、世間はなおも静かならず、その頃先の左小便雪高と聞こえしは、故中山の中納言秋時の京の長男なり、二条の院の御時は弁官に加わって、さしもゆゆしいおわせしが、この14年は官をもとどめられて、真冬の衣替えにも及ばず、帳簿の残もまれなり、あるかなきかの邸にておわしけるを入道小国使者をもってきっと立ち寄りたまえ、申し合わすべきことあり、とのたまえ使わされたりければ、行きたか。この14年は、官をもとどめられてよろず、何事にも交わらざりするものを、いかさまにも懺悔して失わんとするもののありけるこそ、とて、大いに恐れ、騒がれけり。北の固い下女房たち、声におめき叫びたまえけり、去るほどに西八条殿より使い式並みにありしかば、何でしたっけ、これ何ての読むんでしたっけ、雪高いで迎えてこそともかくも斜めとて、人に車買っていでられたれ入れられたれば思うには似ず、入道やがていで愛対面ありて、御辺に父の京は入道、大聖寺を申し合わせし人なり、その子息にてお忘れば、御辺とても全くおろそかに思い立てまつらず、年頃老居のこともいたわしゅうは覚ゆれども、法王のご政務の上は力及ばず、今は出仕したまえ、感度のことも申しさたつかまつりそうらわん。されば党を変えられようとて返されたれば、宿所には女房を侍差し集いて、死にたる人の生き返りたる心地して、喜び泣きをぞせられける。現代語訳。このように、数多くの人々が滅びゆくのは、一体何故かというと、元はといえば先の関白殿、すなわち藤原の元房の御子の
賛美の御子のお子のですかね、賛美の中将殿、すなわち藤原の諸家と、この度関白になられた二位の中将殿、すなわち藤原の元通、この人は清盛のお婿さんだった人ですね。清盛家の、娘婿だった人ですね。が中納言の官を争ったことに発端をするということだ。なれば関白元房殿一人がどのような目にでもお会いなさればよいというものにもかかわらず、43人にも及ぶ人々が巻き添えを食って災難に遭うことがあろうか。一体このことだけに限ったものではないようだけれども、入道相国清盛の心の中に天魔が住み着いたために怒らずにいられないのだという噂が聞こえて、京の中の人々はまたしても騒ぎ合っていた。去年讃岐院への崇徳天皇とのご追合、宇治の悪作夫、藤原の頼長への追官、攘夷の沙汰があったにもかかわらず、世の中はなおも静まらない。その頃、先の左小便羽黒の行高という人は、故中山の中納言顕時京の長男であった。二条院の御代には弁官の一人として大層羽振りもよかったが、この10年余りは官をとどめられて、衣食ともに不如意な生活を余儀なくする状態となり、細々と暮らしていた。かわいそう。なんか朝夕のご飯もあんまりまともに取れなかったってしっかり書いてありましたね、原文にね。やっぱり名ばかりの貴族っていう人たちはいるんでしょうね。続き、ある日入道清盛から「是非にお立ち寄り願いたい、相談したき儀がござる」と使いが来た。勝手に今「ござる」言っちゃいました。 ただ相談したき儀があるとしか書いてないです、ごめんなさい。これを聞いた行高は、この10年余りは官をとどめられて何事にも関係しなかったのに、定めし讒言をして命を失わせようという者がいるに違いないと恐れ騒いだ。北の方をはじめ女房たちまでが泣き叫んだ。そうするうちに西八条から使いがひっきりなしにやってくる。行高は出かけていってどうともなろうと言って、破れかぶれになって、人から牛車を借りて西八条の入道相国邸に向かった。人から牛車を借りてっていうところがいいですね。よっぽど困窮してるんでしょう。するとですね、西八条に着くと思いのほかに清盛がすぐに出てきて対面をした。清盛は「そなたの父中山の中納言殿は、この清盛日頃の大事小事すべてを相談に預かっていただいたお方じゃ。そのご子息なれば、あだやおろそかには思い申さん。年来老朽のことも気の毒に思っていたが、法皇がご政務の世の中では清盛のままにならず、しかし今は天下晴れてご出仕あるべし、官職の任命もこの清盛がお取り計らいいたすでござろう。されば早々に立ち返られよ」と言って行高を返した。無事に行高が帰ってきたので、家では女房や侍たちが寄り集って、死んだ人が生き返ったような心地で、皆嬉し泣きに泣き濡れたのであった。第3段。その後、源の大夫判官末貞をもって知行したもうべき荘園浄土もあまたなし遣わし、まず「さこそおわすらん」とて100匹100両に米を積んでぞ送られける。出資の量にとて雑色牛飼い牛車に至るまで清げに沙汰し送られければ、行高手の舞足の踏みどもを覚えたまわず、子は夢やらんとぞ驚かれける。同じき17日、五位の中将蔵人に伏せられて、元のごとく左小便になし返さる。今年51、今更若柳玉生けり、ただ
変死の映画とぞ見えし。現代語訳。その後入道清盛は源大夫判官末貞を使者に立て、行高に荘園の知行書など数々取り揃えて届けた。まあ、財産目録的な、まず当座お困りであろうにというので絹百匹小金百両に米を積んで送った。また太政官出仕のために必要であろうと行僧に必要な雑食、まあ雑役をしてくれる人、それから牛飼いわらは牛舎に至るまですがすがしい装いを整えてお使わしになった。うん、こういうところを見ると非常に気配りができる人ではありそうですよね。続き。行高は手の舞、足の踏みどころもな知らないありさまである。これはしたり夢ではないかと驚き喜んだ。全然関係ないんですけど、昨日読んだあの小領集の空海の詩文のところで嬉しさのあまりに踊り出すっていうのがありましたね。踊るポンポコリンとか赤品さんがログってましたけど、でそれがちょっとあの文章としておかしいっていうふうに専門家のツッコミがあったんですけど、そうでもないかもしれないですね。続き、同じ月の17日五位の時中に干して元のように詐称弁に現任された。行高は今年51歳。今更のように若やがれた、あのなんて言うんでしょう、少し若返ったみたいな感じですかね。しかしながらそれはただ一時の映画のように見えた。ということはまた何か事件が起こるんでしょうかね。さ、サムネイルの方のご説明をしますね。これは行高の沙汰というところですね。ちょっと非常にあの番茶がですね、だんだん喉が渇いてきました。逆に、まあ、出世を全然せずにですね、困窮をしていた藤原の行高というところに清盛の呼び出しが来たんですね。でみんなあの左遷されたり、あの処罰されたりしてるので、行高ももうここを呼び出しに応じちゃったらもう生きて帰れないんじゃないかと思ってですね、みんなあの止めるというか泣いてるわけなんですけれどもね。でもあの行高はもうこれ以上、今もうどうせもう今の状態より悪くというか、もうあのもう破れかぶれというかですね、そんな状態でまあ応じるわけですね。でこれはですね、行高と家族がどんな目に遭うのか、もう会えないんじゃないかなんて悲しみあってこう見送るところですね。でこの牛車はですね、借り物だそうですね。でもう貧乏になってるのでね、でも一応服は持ってるみたいですね。そういうわけで恐れながら出かけていくと、清盛はこの行高という人のお父さんに、お前のお父さんにお世話になったんだということで召喚をさせた。よかったねという話でございました。はい、以上で行高の沙汰終わります。あとはですね、三巻は鳳凰五線香と西南の離宮のことで終わるんですね。今何時？21時30分。まあこの辺で今日は終わりにしましょうか。明日この本返さなくちゃいけないので、1時間ぐらいで読み終わるかなっていう量なので、まあこの辺で終わりにしますか。おごれる者も久しからず、平家滅亡まであと5年と3ヶ月ぐらい。平家物語絵巻牧野第3下行高の沙汰終わります。ありがとうございました。次の時間は少し休憩を置いてから小領集を読んでいきたいと思います。ありがとうございました。